はい、小松川4丁目。はい、小松川4丁目から小松川橋を渡ります。それじゃあ私も、私もちょっとすみません。五分一通り、五分一通り、松島一丁目。このバーガレットは純血を意味するんだそうです。私ぴったんこなんて。皆さんもトルコに来たらお土産にこれいいかもです。続いてやってきたのは1000年以上も昔から伝わる珍しい伝統菓子が評判のお店。一体どんなお菓子なのかしら。ワクワク。美味しそうなスイーツがたくさん並んでいるけど、珍しいお菓子ってどれなの？これが1000年以上前から伝わるトルコの伝統菓子。五分一通り松島一丁目。これが珍しいんですか？見た目は普通ですけど、とっても変わってますよ。これ松島二丁目。ということで厨房を覗いてみると、これ普通ですよね。で、続いてはこっから船堀街道、ここが八蔵橋。どこが珍しいのよ、一体。はい、これ八蔵橋ですね。何何重要って横に走る通りが新小岩、左に曲がると新小岩、右に曲がると船堀。あれ、那須電機どうしたの？船堀街道って、あそこにあったソニーの那須電機さんは移転しました。そこだったんじゃない？道路拡張のため移転。あ、道路。昔から伝わる宮廷料理で、鶏肉入りミルクプリンだよ。美味しいよ。なんとこれ、宮廷料理の一つとして、千年もの長い間、